耳で読む。ドリール氏の教義。15。人間の始まり。2。危機物語。この権限界は、霊界、聖なる神界、およびアストラル界であるが、これらが完全光自身から分かれていつつも、不調和光を捉えうるためのチャンネル、通路、気候、輝く光なのである。そして、この3つの権限界は、一歩一歩と、不完全光に近づいたのである。まず、最初が、完全そのものの聖なるエッセンス、精髄、それから、そのすぐ下の絶対そのものの霊界、次が、聖なる神界、ついで、アストラル界であり、最後が、物質界なのである。第4番目の界が存在化されたとき、そこで、完全光と、不完全光とが一緒にやってきて、統合、調整が行われたのである。それによって、聖が言った。物質界、物質宇宙に創造をしよう。橋を架けよう。この橋で、私は、自身の実在である、調和光と私自身の不調和光とを接しさせよう。そして、不調和光を完全化して、すべてが調和光となるように秩序化しよう。それから、聖が、力の語を述べられたと伝えられている。そして、その語が、聖なる息に現れた。この声は、バイブル・キリスト教の聖書にあるように、多くの水のささやきのようだったのである。それが、さざ波のようにやってきて、そこに振動が起こったのであり、原初の実質が存在化した。エネルギーの各形式、光の束が交差、また交差して、初太陽系の中核を形成した。宇宙微粒子、コスミックダストたる宇宙実質が合体し始めて、それが回転球となって惑星となったのである。最初の時代には、そこには、まだ初太陽がなく、高級初世界へと開かれたところの窓、太陽がなかったのである。そこへ現れたのは、諸法則の権限のみだったのである。聖は、自己の法則と言葉によって、もろもろの惑星を創造したのである。これらがなされた時に、神が光あれと言われたので、光があったと言われている。神が天に窓を開いた時、神がアストラル界と物質界との間のチャンネルを、霊太陽の光が、物質宇宙の暗黒に光を輝かせるようにと開いた時に光があったのである。これが起こった時は、諸惑星は溶融状ではなく、粘着的流動性のものであって、固定土地が現れる前、固定的地球が実在化する前は、過疎像的であり、絶えず流動変化していたのであると教えられている。それから、上なる水と下なる水とが分離したのだと言われている。ここで言われている水とは、全スペース、空間に浸透、充満しているところの基本実質たる宇宙微粒子であり、それが、九次元界の隅々に行き渡って、各惑星を、それぞれ分離させているものなのである。宇宙微粒子が、強く圧迫され、合体されて、諸惑星の中核となり、中核が形成され、凝固するにつれ、大きくなり続けたのである。これらが、合体した固形体として完成化したとき、反発力が発生して上なる原初の水が、後に諸惑星となる合体凝縮物から分離したのである。これから、この地球のみのことについて話そう。我々は、この地球にのみ関連性を持っているので、この地球の歴史について述べようと思うのである。しかし、この地球におけることは、他の惑星についても、同様なことなのである。聖なる法則が現れて、霊太陽を通って、聖なる息が、地球に放たれて生命が生じたのである。最初に、緑藻、植物、灌木が生じたが、今日の地上にあるものとは異なっていた。同時にまた、ほとんど、この地球全部を覆うところの海が現れた。原初実質が物的地球から反発された時に、原初物質の活動によって、水が凝縮、放出されたのである。水は、この地球をほとんど覆うまで放出されたのである。
約20分の1のみが土地であり、残りは水だったのである。この水の中に、2つのものから、生命の最初の種子が生じたのである。2つのものとは、1つは、我々が宇宙船と呼ぶ力のもう1つの要素の重水に対する活動である。実際は、普通の水には、重水と軽水との2つの種類の水があるのである。水の中に重水と呼ぶものを形成しているところの分子が見出せるとともに、軽水と呼ぶ別の形式の分子があるのである。この両者は普通の水から蒸留できるのである。軽水と重水とが分離されたら、重水は軽水の数倍の重さがあり、人体組織の新陳代謝に恐るべき影響を与えるのである。次の諸原理が現れた。第一に、塩分を含んだ海水中の重水があり、次に、宇宙船の塩と重水とへの働きかけによって、最初の生命の現れが生じたのである。この最初の固形動物がアメーバと呼ばれたのである。古代人たちは、原初の水は、今日の物質的な水ではなく、今日の原子の電子から形成されたものであると考えていた。電子は、発見し得ることのできる最小の形式である。電子は、本源物、つまり、宇宙微粒子の初粒子からなるのである。電子は、聖なる息の活動、つまり、エネルギーの一種で、これによって、物質の異なる元素と異なる形式とが存在する原因となっているのである。凝集、合体したものが固形化したとき、その周囲の遠方にまで反発したのである。母なる海と、その実質とエネルギーの力とが惑星にある原初実質を反発したのである。惑星間には、母なる海の偉大なる性質が超次元的に存している。ある場所では、それが固定化していて見えることができるのである。私は、ウィルソンさん天文台から撮った写真を持っている。オリオン座の星雲は、母なる海が非常に中密であるので、絶対零度の寒さも、それに影響を与えることができないのである。このオリオン座の星雲は、非常に特殊なものであって、大なる人間の姿に形成されているのである。あなたも、その大体の輪郭を見ることができるのである。これは、宇宙に血液が流れているような、大きな人間像のように見えるのである。まず、最初に霊界が作られたのである。聖なる霊の活動が行われたのである。それから、聖なる神界が作られ、ついで、カバラの教えで天界と称せられるところのアストラル界が作られた。天への諸々の窓をなしているのがアストラル諸太陽である。原子の中の電子を形成しているところの実質は、物質の母なる海であった。2、3個の原子で、分子を構成する。多数の分子でもって固形物を形成する。1個の原子は、原子核と多数の電子とからなっており、電子は、母実質、母なる海、宇宙微粒子からなっているのである。原子や分子の凝集力のゆえに、実質として我々に見えるのである。宇宙微粒子、コスミックダストは一緒には凝集しないのである。いかに緻密な物質であろうと、ある振動波の下では、そのものは、絶対的に透明状になるだろうと科学者は言っている。原子内の電子と電子との間には、広大な空間があって、それは、ちょうど、地球と太陽の間に空間があるようなものだと言っている。聖なる息の両極性が結合した時に、核の周りに、宇宙微粒子の回転紡ぎが始まり、宇宙微粒子の固形体となるのである。この固形体がそれ自身が作られたところの原初微粒子に対して反発力を及ぼし、ポジティブ青色エーテルとネガティブ黄色エーテルとの2種のエーテルプラーナを形成する。ネガティブで黄色のエーテルは地球に入って地球極を形成する。青色のものはエーテル中に入って他の極を形成し、青と黄とは相互に反発し合うのである。人間が地上を歩いているのは、実際に、エーテルの青と地球の黄色とが、バランス、均衡されているからである。
地球の引力なんてものは存在しないのである。人間が動いているところのエーテル流があるのみなのである。人間も物質同様に主として黄色が反発しているのである。空中飛翔の秘密は青色のエーテルエネルギーを地球を反撃するまでに反発させることにあるのである。大聖者アデプトが地とエーテルとの間を移動できるのはこのエーテルの流れ、つまり自己存在の振動を支配する能力を持っているからである。アデプト型の大偉業は個人内において両極性の変化力によって存在化するところのものに過ぎないのである。人々は引力は物質の牽引力であると言っている。物質には何だろうと牽引力なんてものはないのである。異なる重量で同一の大きさの2つのものを高いビルディングから落としたのを見たことがありますか？水星が太陽の極めて近いところを通ったとき、どうなりますか？なぜ太陽がその全質量を持ってその水星を引きつけないのだろう？それはバランス上になっていて小惑星に反抗していないからである。引力の法則とは、つまりエーテルの法則なのである。エーテルは引照界を寄せ付けないでいる外的障壁であり、これら2つのものを対抗させている点は磁気流のヘビーサイド層、電離層であり、この磁気振動は地球の至るところを取り囲んでいるところの外放層である。振動の外放はラジオの電波を地球外の宇宙に逃してしまわないようにして地球空間を周回させるようにしているものなのである。この電離層を越えて逃げ出すラジオ電波を発見した科学者はいないのである。だから、未だ、かつて、火星に通信した者はいないのである。このところは、1943年に書かれたもので、新光明時代になってから、宇宙への門が開かれた。